宮沢隆は、長野市出身の自転車競技選手、指導者。長野県長野工業高等学校出身。1995年、長野高校時代にシクロクロス世界選手権に出場。高校卒業後、1997年イタリアに、留学、2年間大門博氏の下で指導を受ける。チームとしては、アコムラバネロ、イタリアの宝山、モーボロラズンマペーノ。 各チームを経て、1998年、大門が監督を務める日本歩道に入社。1997年、ツールド、沖縄の市民200キロレースを優勝。1998年には、全日本実業団選手権、岩木大会でも優勝を経験するも、1999年、2000年は、競輪学校受験のため一時競技生活から離れる。年、 日本歩道レーシングチームに復帰。翌2002年、フランスの VC ボビーを経て、浅田県率いるチームブリジストンアンカーに加入。2004年、ブリジストンを離れ、個人登録選手として、フランスで活動。同年、国民体育大会の個人ロードレース、青年の部優勝。2005年、ブリジストンアンカーに復帰。2006年、日本初のロードレース独立プロチームである。 エキップアサダの最初のチーム名となる、チームバングの一員に加わる。同年、大のロードレース、ツアー・オブ・シャムの第4ステージで勝利。また、UCI アジアツアーの HC、AH、クラスのステージレースである、ツールド・ランカウイの第1ステージで3位となり、アジアン・リーダー・ジャージを4日間着用。さらにツールド、北海道の第2ステージを制し、1日総合首位に立つ。 そしてジャパンカップサイクルロードレースでは7位に入ったほか、ツールド沖縄のチャンピオンレースを優勝2007年チーム名は日歩梅タンエキップアサ田へと変わったがツアーオブシャムではポイント賞を獲得ツアーオブジャパンでは第1ステージを制したほか、タイで行われたアジア自転車選手権個人ロードで優勝し UCI アジアツアーの個人総合で3位に入った また、同年のツールド、沖縄では、連覇を達成した。2008年、奈良で開催されたアジア選手権、個人ロードレース3位。同年6月13日、別府市これと共に北京オリンピック男子ロードレース、日本代表選手に選出された。結果は、金メダルのサムエル・サンチェスから31分35秒遅れの86位で、完走。同年のツールド、 北海道では、個人総合優勝。2009年、アミーカチップス・クナウフに移籍。しかし、チームの財政難により選手登録が遅れ、その年の初出場レースが5月のツアー・オブ・ジャパンとなる。さらに、6月にはチームが機能停止状態に陥った。これにより、アミーカチップス・クナウフから離脱。7月3日に、エキップ・アサダに復帰した。9月にはツールド。 北海道で第1、第5ステージに勝利し、個人総合優勝。2008年に続く連覇を達成した。2010年、エキップ浅田が、資金難、人材難による UCI 登録を断念したため、菊池正明、増田聖功、中島康晴と、共再びチームに一歩に移籍する。3月には、日本ナショナルチームとしてツールド、台湾に参戦。 大学生中心のチームの中で唯一のベテラン選手だったが、第3、第4ステージで勝利し、ポイント賞を獲得した。アジア選手権、個人ロード2位。2010年全日本選手権、ロードレース優勝。2011年、ファルネーゼビーニネイリソットオリニ移籍。東日本大震災直後の3月19日に行われたミラノサンレモでは全日本チャンピオンである。 宮沢を中心に黙祷が捧げられた。2012年、チームサクソバンクへ移籍。2013年2014年、チームニッポでローザに移籍。2015年、湘南ベルマーレとロジャースが合併して新しく、結成されたレモネードベルマーレの監督に就任した。2001年の秋に、母親が病に倒れる。その際、母に肝臓の一部を生体移植で提供している。 この時母自身は、移植手術を受けなければ、死に至ると宣告されながら、息子の選手生命への影響を気遣い、手術を受けないつもりだったという。生体間移植の専門医によると、生体間移植を受けて、トッププロまで復帰したほぼ唯一の例。ありがとうございます。